Thank you.
どうもありました、ドリームスカイです。はい、ねえ、うっさん、聖なるメッセージ。
ありがとうございます。改めまして、神戸三組からやってみましたドゥームスカイです。はい、久々です、ありがとうございます。はい、昨日も京都の木屋町の音任せっていうところで、ライブをしました。まあ、台風来てたっていうのはもうなんか全然なんか外れてきていってたんで、なんかまあパワーがあれなんかな、願いっていうか変わったんかなって、ちょっと気恥ずかしい感じでですけど、はい、すいません。ちょっともうちょっと照明を明るくしてもらっていいですかね。全く見えなくてちょっと情けない思いを、皆さんにさせてしまったかなと。なぜ皆さん、ちょっと待ってくださいね。順番やと思ってなくて、つい、先ほどの、ドラマチックな女の方に、ちょっと見てしまっててですね、自分の番をバラバラとしてるんですけど、猫ちゃんもそこまでやろう。できるやんな。ですね、皆さんなんでこんな目の前でこう絵を描いてるんだと、皆さん不審やと思いますね。おかしいなと、前に行けないじゃないかと思う人もたくさんいると思いますけれども、やっぱ音楽やってる人が割と絵描くの好きな人が多いと思うんですけど、こういうライブパフォーペイントの場合、大体こうそっちのけにされるわけですよ。誰も見ないトイレのところで書いてたりね、なぜかそういう風な扱いをされるのが僕は我慢ができないわけですよね。せっかく絵を描いてるわけですし、だからこう今日は、絵描きの何で隠れてるんだよ。絵描き源三郎って言うんですけども、あ、じゃあ名前壁女っていう名前で今やってるんでしたっけ。まあ、彼女は難波に、ちょっとした宿をですね、やっててですね、昨日そこに泊まらせてもらったんですけれども、難波の高層住宅街の中にこう隠れたオアシスを持ってる、なんていう宿の名前ですかね。ホテルモーニングスター。ホテルモーニングスター、イエー、ホテルモーニングスター。どんな名前やったんか知らんかった。検索したら出てきます。検索したらいや、本当最後のところでね、本当に大阪じゃないような気分になったんで、僕らは神戸なんですけども、皆さんも違う世界に、そこにそこの住人の人も来てますね。今日はそこの住人の人は、やってほしい曲があるっていう、言われましてですね、ただそれは練習不足でできない、絶望だよ、なんて役立たずなバンドなんだろうかと自分で思いかっこ悪いですよね、これ言わんでいいのね。ここでまた喧嘩が始まるんですね、本当ね。まあでもちょっとそういうことで、ごまかすっていう意味でも、次はちょっと勢いのある曲をやろうと思います。早う、前でこう吠えたたいてる男の人がいると思いますけれども、今日の主催者ザージュさんですね、はるか東京彼方からやってきた、そうです、もう昨日の疲れがこう溜まってる感じとかしますけども、彼はすみません、年上なんで、あれですけど、ちゃんとライブ出るんで皆さん見て帰ってください。今日はライブやらへんで、ワークないで、ワーク埋まってしまったんですか。ラブホみたいな感じですかね。行ったらすぐ戻ったら部屋が、まあいいや、やりますか。次は絶望意と行く、彼が一番好きな曲ですね。絶望意。絶望意。
イングリッシュ勉強してて、ちょっと海外流通をしようと思って、うん、で、ネクスト、D ボイス、意味が分からないですね、いきなりそんなこと言われても、ちゃうじゃん、願いです、いや、願いという曲、My Hope, Your Hope という曲ですね、いつも曲名を間違えて困りますわ。たまにはですね、最近あの真ん中ステージの真ん中乗っ取り出し始めまして、キーボード置いて乗っ取るってなんか人聞き悪くないですか？なんか僕が突っ込むとなんか本気で怒るメンバーが多くてちょっと本音聞かせてもらっていいかな。何の本音ですか？まあ、もっと前に出たい。私がほんまは A より前に出たい。だんだんこうライブごとに一歩ずつ前に進んでるのはお気づきじゃないでしょうか。そうなんです。後ろのね、あのドラムのところがもったいないんで、我々よくゲストとかで、まあ、今日も A で、あの、壁女ゲストで参加してもらってますけれども、いろんな人、まあ、ドラムをいっぺん入れてちょっとライブをやってみたいな。まあ僕も高台でもいいんですけど、ちょっとそうなるとややこしいんで、もういろんな人、もうあのなんかそこで狙ってるような感じの人がいますけど、メガネで金髪のうさんくさい男は、まあそういうことで、あの気軽になんか何でも座って釣りしてごめんなさい、ちょっとそうだね。いっぺんこういうあのテンパってしまうと戻るのに時間がかかるんですよね。ちょっとあの、ちょっと待ってください。まあちょっと意識を取り戻すのにちょっと時間を まあちょっと世知辛い世の中ですけど、まあ、世の中のせいにするのはどうかなと思って世の中を整理してるわけじゃないんですけど、まあ、でもやっぱり、まあ、自分を信じてやる道、僕が今やっぱりバンドやってるのがすごいやっぱ生きがい、まあ、僕もぶっちゃけですやっぱり自分のやっぱりうまく生きれる方じゃないんで、やっぱりちょっと、まあ、僕だけじゃないですけど、まあ今日ダメですよね、なんか笑ったいや、全然思うことじゃなくて、いや全体的な話、とりあえず僕はもうここに信じてこう立ってるんで、もう今はダメでもう全然もう進めていくつもり、もう昨日がダメで前に進んでいきたい、その気持ちだと思います。ごめんなさい、うまく言えないですけど、とりあえずもう最高の気分です。
Yeah, thank you. Do you see? Yeah, sir. Thank you. 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 Thank I'm
Yes, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.